だまあ多分インパクトの強い試合だったと思いますよ、スズメにとっても2年前の試合ね。さあこのスズメ選手のスピード、はい、トータルの力って本当に今すごいですもんね。そうでスタミナもあるんですよね。だエンドアリスねもう気合入りまくって、この体勢出るかバンダイさあ、いやまだバンダイ絞っていく、さあすごい決まるか、デイジーボンディ対決アリスが決めるか、だがスズメはここから動く動くブレイク、しっかりと気持ちをつなぎ止めている。そして流れ式の鶴ヶ城は読まれてしまいました。魔王低空のリングアベル、私はやれるという思いがしっかりと備わっています。ドロップキック落ち線がありましたね。フェイスクラッシャーのではなく、このハーフダウン状態からクロスボディ、低空のクロスボディアタック、ガントは2です。2人は1月4日にデビューしてあっという間にそれぞれ自力と骨格も、ね、しっかりしてますから、そういう意味ではこれからどんなレスラーになってくるのか楽しみですね。カウンター顔面を捉えた、3月20日に誕生日を迎えますね。誕生日を直前にしてこのビッグマッチ、あれあきコロシアム、なんださらに先手を打ってクロスボディーだな、アイルに使おう DDT、ついに一発で目が覚めたレインメーカー、さあ目覚めはクロー、ゼロセンキックといえばこれです。勝者たくさんまた、あパンダがびっくりしてる、この二人が相当笑うことに見えます。さあ怒った、怒ったラインと言ってましたよね、背後から背後から、その今亡霊ライン上に、あ2階からの有明作戦の最終兵器、友人自転車爆弾、おお誰も松井レフェリーの言うことを聞いていません。一時期B 市軍入りを志願してた時もありましたね。でもすぐやめちゃいましたね、飽きちゃった。さすがで見るのは初めてなんです。初めてなんです。ああそうですよね、はい、まあ約1年、多分そのパリ郊外の奥深い森なんだそうです。2匹目の土壌ならぬ2匹目のメイさんを狙ってみたいと思います。なるほどね、はい、はい、目つぶし、いいですよね。そうですよね、何かやっぱり外国人選手特有の骨格のね、はい、太さといいますか、筋力もすごいですし、ありそうですよね。顔の可愛らしい感じと体のガッチリしたところがちょっとギャップがね、ギャップが、あ、何させない、何さ、あ、サチ様、あ、さすが、長い、長いお手がネイサン・ミシェルに届きました。おくるくるくるとロープを巧みに使っていく、勢い寄せて、おお、まさにロープの反動を利用したボディープレスでした。おお、すごい、ギロあるっていうね、はい、ダメ食い捉えた。さあネオビーシグ合体を見せるか、フットスタンプ、まるで舞踏会のようだ。そこから丸め込んだラーレボルシオン、カウントスリー、あったと思うんだけれど、アジさんとやったことでプロレスについてもっと知りたいと思ったと、もっとやってみたいと思ったというふうに言ってるんですよね。言ってらっしゃると思うんですけど、よくこそプロレスさんがあると、だからもう完全に自分たちの仲間だぞという挨拶だったと思うんですが、何を狙うか、ミサイルキック、あの恐怖がバックドロップ、早い、ここまでか、荒井由紀、こいつだ、もう自分にはこれしかない、荒井由紀蹴り合いのワンで返す。でもこれナルセ、ここまで頭部にもらうと危ないですよね。いや本当に何発も決まってましたね。アザの倒れ込みラリアットを返す、あり余っているが危ない危ない危ない、垂直落下してブレインバスト、ここまでか、荒井由紀カウントスリー。辰巳梨花選手と、対戦したこともあるんですけど、結構、
その身についたパワーというものを遺憾なく発揮していきます。それでアタックル、あ、行くか、さあ来るぞ来るぞ、あー行ったー、開花式ジャイアン、うわ戻った戻った、首締めてますよ、鼻が閉じた、スト活動ができずに、それでこのプロレスにね生きる道を、え、立とうとしてますよ、なんだなんだ、なんだ、ドラゴンスリーパーを決められたのは渡辺美優がクラッチ、いや、なんだなんだ、リバースジャイアントスイング、そしてなんと、あ、だが辰巳梨花も打ち合いでは絶対に不利なはずの辰巳梨花も引きます、バスティングハンマー、3連打4連打5連打、お互いに踏み込んでますよね、レーザービーム、そして改めて、おー、バックだー、まずい、いや、うわ、なんだ、回転して回転して、ここでホワイトドラゴンスリーパー、サキム、アリコンの中心で辰巳梨花がサキム、機械体操式、まだ早すぎましたね、の背の高さと重さです、危ない、おお、大きいだけに自爆は、ね、非常に自分にダメージになりますからね、マックス、ここから飛びついて得意の DDT、 相手はマックスハイテック、バックを見たジャーマンスーパースイープ、最高です、殴り寄せた一発だが伊藤が逃げる、ここに山下美夢リターン、さあどうする、この感情の爆発に、ストレートな感情に応えた、もう一発セカンドロープから、これは坂崎が避けている、うまい、さあ回転十字架固め、カウント2、そっからクロスフェイス、これを抜けて坂崎がパワーで持っていく、ブレインバスター、何が何でも勝ちたい、一番勝ちたい相手、水木にとってさ、いや中山さん、もう怖い、まさか、いいタイム、あの水木選手が、はい、躊躇する、うわあ、ハンマーロックに固めた、マジカルメリー、うわー、それを、もちろんクラッチはいきません。おー、何をする何をする、まさかここからフットスタンプ、水木チャンス、あー後頭部、おーないですからね、一発でダウンを奪われてしまいます、でも立ってきますよ、あー坂崎がまだ好きのマジカルメリーゴーランド、今度はリング中央、マジカルメリーゴーランド、13待ってますよ、待ってますよ、嘘、あの距離を飛んだ魔法少女スプラッシュ、ここまでか、相手とどめを刺すか坂崎優香、魔法少女、魔法少女ニワトリ野郎をかわした、まだ力がある、まだ動けるのか、水木、水木、
Thank you.